よく似合ってると思うよ。それにしても張り切ってるね。まあ気持ちはわからなくもないけどさ。うん、ファンタジー映画の撮影なんてなかなかない経験だし、それにみんなで出られるんだもん。プロデューサーさんには感謝しなくちゃね。そうだね、せっかくの機会だし撮影頑張ろっか。あ、リンちゃんあくび、もしかして昨日も遅くまで台本読んでたとか。ああ、うん、ファンタジーの世界ってあんまり馴染みがないからイメージをつかんでおきたくて。あはは、確かにファンタジーを演じるって難しいよね。闇に飲まれよ。お疲れ様ね。我が同胞たちよ、見よ我の覚醒せしこの翼。みんな見て見て、この衣装。待ちわびていたわこの時を。こういうお仕事をできる日が来るなんて。おはよう、蘭子。その様子だと蘭子は撮影を順調にこなせそうだね。はあ、私たちも負けていられないな。よーし、私も勇者役になりきって。あれ、何か光ってる？これって一体。え？今、うずきが消えた？この光、もしや、導きの。時は来た！蘭子までって、え？私も一体何が、うん、光は収まった。え、ここ外、みんなは、地震、リンニャー。何？おい、大丈夫か？何ぼさっとしてやがんだ。何これ、ぬいぐるみが喋ってる。おいらはぬいぐるみじゃねえ。とにかくこの星晶銃を蹴散らすぞ。あんたが団長さん。私は渋谷凛、今日からよろしくね。フィーニャー、よっしゃ、これでこの辺に湧いてた奴らは大体片付いたみてえだな。さっきは助けてくれてありがとう、団長さん。それにルリアさんに。なんだよ。いや、その、本当にぬいぐるみじゃないの？中に機械とか。なんだと！？オイラのどこがぬいぐるみに見えるってんだ！？本当に B さんが珍しいんですね。あ、リン、私は渋谷リン。一応アイドルなんだけど、知らないかな。アイドルって、なんだそりゃ。お前はわかるか？その様子だと
あなたもアイドルを知らないみたいだね。あ、そうだ。ここがどこか知りたいんだけど、教えてもらえる？ここはファータグランデ空域の、島の名前はわかんねえな。見ての通りちっちゃい島だしよ。あなたたちはこの島で何をしていたの？どうしてこの島に？討伐依頼が来てたんだよ。あの緑色の青少女がいろんなとこに湧いてるみてえで。そう。ファータグランデ空域？討伐依頼？青少女？ヨーロッパ、じゃないか。それに討伐って、さっきの緑色のバカっぽいやつを？ねえ、それじゃあ。それじゃあ、この世界の島は空に浮いてて、あなたたちは各地を冒険していると。さっきからそう言ってるじゃねえか。ジョーちゃんは何にも知らねえんだな。あ、もしかしてこの世界とは別の世界から来たとか？別の世界か。そうなのかな。まさか、わからない。けど、私がここにいることは事実だし、何が起きたのか全然わからないけど、今私がこの状況ってことは、うずきやランコも同じようにこの世界へ？だとしたら、言われてみれば、確かにリンさんの格好は、なんだか珍しいような、そうか？どこにでもいる普通の剣士に見えるけど。あのさ、あなたたちはこの世界の各地を飛び回ってるんだよね。おはよう。何せオイラたちの目指す先は星の島イスタレシアだからな。それなら、その度に私も一緒に連れてってくれない？私が異世界へ来たっていうのは正直まだよくわからないし、信じられないことも多いんだけど、私の友達も今の私と同じ状況になっているのかもしれないから。お友達が？リンさんはお友達と一緒だったんですか？でもはぐれちゃって、みんな心細い思いをしてると思う。それに、早くみんなと一緒に帰らないと、きっとプロデューサーも心配してる。だから、友達を見つけるまでの間だけでいいから、私も、旅に連れてってほしいんだ。そんな事情が、ねえ。ありがとう。あなたは見た目通り優しいんだね。よっしゃ！それじゃあ依頼の青少女を倒しつつ、リンの友達を探しに行こうぜ！ありがとう。正直、私もわからないことだらけだから、そう言ってもらえると助かるよ。よっしゃ！それじゃあ依頼の青少女を倒しつつ、リンの友達を探しに行こうぜ。はあ！ビーニャー。おお、ないんだよ。結構様になってるじゃねえか。そう？あんまり実感はないけど。でも、驚いたよ。この剣、振ると、青い炎みたいなものが。リンちゃーん！あ、この声。よかったー。ずっとはぐれたままだったから心配してたんだよー。うずき、よかった。ひとまずは元気そうだね。うん！それにしても、
びっくりしちゃった。私はまだ信じられないんだけど、どうもここは別の世界ってことに。すごいよね、最近の CG って。剣を振ったら魔法みたいな光が出るし、空を飛んでる船はワイヤーで釣ってるのかな。こんなにすごい映画だったなんて。 CG 技術に負けないように私も勇者役頑張らなくっちゃ。うずき、あのね、でもなんだか台本と違ってて、いきなり出てきた緑色のぬいぐるみ切っちゃったけど大丈夫かな。あ、りんちゃん、後ろにいるのは他の共演者さん？はじめまして、島村うずきです。今日はお世話になります。撮影よろしくお願いします。ルリアです。よろしくお願いします。ルリアさん、綺麗な青い髪ですね。もしかして外国の方ですか？うずき、これは違うの。共演者さんじゃなくてスタッフさん？でね、だから他の子を見つけるまでこの人たちに協力してもらおうと思って。なるほど。ここは空に浮いてる別の世界で、私たちはそこに飛ばされてきて。とても信じられない話だし、私もまだ何かの間違いだとは思ってるんだけど。そういう設定になってるんだ。台本とは変わったみたいだけど、島村うずき勇者役頑張ります。おい、この嬢ちゃん、さっきの凛とこいつの話ちゃんと聞いてたんだよな。まあ、一緒に行動する間にまた折を見て説明するよ。ここが依頼にあった村ですね。正確には依頼があった村の一つかな。あの緑色の討伐依頼はいろんなところから来てたみたいだし。でもなんだか様子が、なんだか皆さん困ってるような。青少女が暴れてんだ、困ってるってのは当たり前じゃねえか。とにかく事情を聞いてみようよ。あの人がこの村の村長さんかな。ああ、菊石様、よくぞいらっしゃってくださいました。へへん、依頼もあったし、困ってるやつを見捨てねえのが菊石だぜ。それはありがたいのですが、それが依頼はもう、あの緑色の青少女はもういないのです。どういうことですか？まさか村の人たちで討伐を？いえ、なんと説明したらよいものか。魔王ブリュンヒルデですか？はあ、そう名乗り、難解な言葉を使い、空を飛ぶ者があの青少女を倒してしまったと。あの緑色の青少女に遭遇し、村へ逃げ帰った者たちからはそう聞きましたもので。どういうことなんでしょうか。ブリュンヒルデさんでしたっけ？
ええ、魔王とも傷ついた悪鬼とも名乗り、威厳のある難解な言葉を使っていたと。魔王ブリョンヒルデか。こいつはとんでもなく強そうだな。まずいことになったかもしれねえぜ。どんなやつかは分かんねえけど、ここはひとまず出直した方が。ああ、その魔王、多分私たちの知り合いだと思う。けどよ、魔王が知り合いってのは一体どういうことなんだ？アイドルってのは魔王がいたり剣士がいたりして貴公子みてえなもんなのか？それはちょっと違うんですけど。魔王の居城たるこの地に自ら足を踏み入れるとは。誰だ？この声どこから？我自ら、哀れな子羊どもを出迎えよ。ランコ。青の剣士、赤き勇者までも。リンちゃん、それにウズキちゃんも。よかった、ランコちゃんも元気そうだね。影に控えるは青き光に集いし者どもか。後ろの人たちはどなたですか？キクウシっていう人たちだよ。ここに来るまでに協力してもらったんだ。ともかくランコも見つかってよかった。さあ、私たちと一緒に帰ろう。我はこの世界に祝福を受け、さらなる覚醒を得た。この世界、魔法が使えるんです。そして見よ、この漆黒の翼を。ほら、空だって飛べるんです。ゆえに我が波動はここにあり。だから帰りません。ランコン、でも帰らなきゃ。だって、ランコが一人でこんな場所にいたらきっとプロデューサーも心配するよ。我が契約のしもべ、プロデューサー。ランコちゃん、一緒に帰ろう。それでプロデューサーさんにいっぱいお土産話をしてあげようよ。わかった、帰る。そのブリョンヒルデさんには納得してもらえたんでしょうか？すげえな、おいらあの子が何を言ってんのかほとんど分かんなかったぜ。お前はあの子の言ってること分かったか？まさか貴様も瞳を持つ者だというのか。ともかく、これでこっちに来ちゃったのは全員かな。ありがとう。あなたがいなかったらきっとみんなと再会できなかったよ。まだこれから迷惑かけるかもしれないけど、改めてよろしくね。分かるようになります。ランコちゃんは素直でいい子ですから。ともかく、これでこっちに来ちゃったのは全員かな。ありがとう。あなたがいなかったらきっとみんなと再会できなかったよ。まだこれから迷惑かけるかもしれないけど、改めてよろしくね。
ないか。となるとお腹の方ぽい。縫い目はうまく関節で隠してるのかな。となるとこの辺りか。あ、ごめん、変なところを触ったかな。綿をどこから入れたのか探そうと思って。な、たく、魔物がいて、空飛ぶ船があって、剣と魔法を使う人々がいて、何もかも現実みたいだけど、本当にこんなことがあり得るの？まさか新人アイドルを狙ったドッキリとか？だとしたらプロデューサーも人が悪いな。ってそう考えたら今の私の反応は思惑通り？もしドッキリだとしても、ありがとう、ウリア。でも、どうしても。おお。気にすんなって。はい。あれ？気功師っていう職業は、この世界では随分親しまれてるんだね。それにどんな世界でも人って変わらないんだなって。そうかな。いや、そうなのかも。そっか、難しく考えすぎてたのかもしれないな。ここがどんな世界だろうと、住んでいる人たちは私が見てきた人と変わらない。それなら今の私にできることって。ねえ団長さん、気功師ってどういうものなのか教えてくれない？ありがとう、早速教えてよ。ほうほう。うん、ここは確かに私の知らない世界かもしれないけど、村の人たちの笑顔は私がよく知ってるものと全然変わらないんだ。だからもしかしたらこの世界や気功師って職業からも学べることがあるんじゃないかなって。そうですね。でもやっぱり B はぬいぐるみにしか見えないな。な、ここは確かに私の知らない世界かもしれないけど、村の人たちの笑顔は私がよく知ってるものと全然変わらないんだ。だからもしかしたらこの世界や気功師って職業からも学べることがあるんじゃないかなって。そうですね。たく、でもやっぱり B はぬいぐるみにしか見えないな。な、
さてと。あれ？ブー？今日はこんなところかな。ボイトレのレッスン、練習みたいなものだから。ありがとう。いつだって練習は欠かさないようにしてるんだ。どんな時だってファンのみんなには最高の歌を聴かせたいし、それに。世界はいつも油断ができないね。うん、少なくとも道を歩いていて化け物に襲われるようなことはなかったよ。こんな風に剣を使って戦うことはないし、うん、ねえ団長さん、こんなことを私が悩むのは変かもしれないんだけどさ、この世界で歌を歌ったり踊ったりすることって意味があることなのかな。生きるためには戦わなきゃいけない世界で、ただ歌うこと踊ることにどれだけの価値があるのかな。そんな、くそ、どうしてこの剣みたいに私の歌で誰かを守ることができるのかな。誰かの何かになれるのかな。わかりません。でも、だから、たくさんの人を笑顔に。たく。ありがとう。そう言ってもらえるのが、私も一番嬉しいかな。そうか。そうだよね。変な質問してごめん。疲れてるのかな。うん、ありがとうルリア、リー、それに団長さん、私こんな状況に流されて大切なことを危うく見失うところだったのかもしれない。今日のこと忘れないよ。それじゃあおやすみ。ありがとう。私も本当はもっともっと歌いたい。そうか。そうだよね。変な質問してごめん。疲れてるのかな。うん、ありがとうルリア、リー、それに団長さん、私こんな状況に流されて大切なことを危うく見失うところだったのかもしれない。今日のこと忘れないよ。それじゃあおやすみ。
じめまして、島村うずき17歳です。私精一杯頑張りますね。なるほど、そんな悪の帝国があるんですか。まあ、それで私の役は勇者で合ってますか。わかりました。私勇者役立派に務めてみせます。うずきの活躍見ていてくださいね。ああ、そのそれでどのシーンから撮るんでしょうか。私アクションも頑張ります。たく、それじゃあ団長さんたちは本当にその悪い帝国と戦ってるんですか。その通りだぜ。じゃあその国が悪いことをしてるっていうのもお話じゃなくて本当のことで。はい。本当の本当に大変なことになってるんですか。まあ、それにだから、あの私頑張ります。え、リンさんの言う通り、私のいた世界はこことは全然違って、剣も魔法もありませんでした。だから、そのいきなり勇者っていうのは少し難しいかもしれないけど、でも私笑顔でいるのは得意なんです。だから頑張ります。みんなも笑顔にできるように。私この世界に来る前からみんなを笑顔にする魔法だけは知ってるんですよ。プロデューサーさんが素敵な魔法で私を輝かせて教えてくれたから。だから私にも何かできることがあるならお手伝いさせてください。どんな時でも笑顔でいられるように私頑張ります。それにしても、なんか、魔法が使えるっていうのはちょっと違うんですけど、でも一緒に夢を追いかけてくれるとっても大切な人です。私精一杯頑張ります。それにしても、ナナ、魔法が使えるっていうのはちょっと違うんですけど、でも一緒に夢を追いかけてくれるとっても大切な人です。
ライブですね。いろいろ準備しないと。プロデューサーさんがしてくれたようにステージを用意して、マイクはどうしよう。おい、はい、まずはお片付けですか。頑張ります。なんとかなったのかな。村は大丈夫だったみたいですね。助かりました。そうね、気にすんなって。それで？はい、実はアイドルを知ってもらいたくてライブをしようと思って。はあ、最初はこういうものですよ。まさか誰も来てくれないとは思いませんでしたけど。はあ、せっかくたくさんの人にアイドルのライブを見てもらえると思ったのに。あ、はあ、ありがとう。ライブを見に来てくれたんですね。私頑張りますよ。どう？じゃあどうして？そっか、じゃあ私頑張るから、いっぱい見て知って、できれば楽しんでいってくださいね。よーし、それじゃあ早速。その前にまたお片付けですよね、Bさん。頑張りましょう、団長さん。あ、それでもいいんです。だってあの子のキラキラした目、昔の私にそっくりでしたから。初めてライブを見てアイドルに憧れた。そんな昔の私と同じ、やっぱり頑張ってきたことは間違ってなかったんですね、きっと。だから私、この世界では歌って踊って、あと戦えるアイドルを目指します。それがこの世界の、この世界の人々を笑顔にできるアイドルの姿だって思うんです。青き風が両翼を撫でているわ。空がどこまでも広がって、私たちのいた島があんなにちっちゃく。本当だ、すごい乗り物だね、飛空艇って。ふい、あの緑色の討伐依頼も落ち着いたし、一件落着だな。けど本当よかったよな、なんだかんだではぐれた連中とも再会できてよ。ですね、やっぱりみんな一緒が一番ですよね。うん、それについてはあなたたちには感謝しても足りないくらいだね。あ、でもリンさんたちはこれから元の世界に帰る方法を探さなきゃいけないんですよね。別の世界か、空像を集めて空域を越えるより大変そうだな。そりゃ大丈夫ですよ、だってみんなと一緒ですから、きっとなんとかなります。あふれる我が魔力は不可能を可能にするであろう。私も手伝います。手分けだから大丈夫なんじゃないかな。じゃん、リンちゃん。うずき？
あれ、ここ、空は？空？リンちゃん、夢でも見てたの？魔導書に見入られたか？台本を読んでいて、居眠りしちゃったんですね。ほら、そろそろ撮影だから起きてよ、リンちゃん！わかった、わかったから、うずき。私、寝ちゃってたんだ。そっか。じゃあ、さっきのは、ずいぶん長い夢だったな。まだちょっとぼんやりしてる。島が空に浮いてたり、喋るぬいぐるみがいたりして、とんでもない世界だったけど、うずきがいて、ランコがいて、そう悪い人ばっかりじゃなくて。ミオちゃんたちも着替え終わったみたいだよ。リンちゃん、早く早く。あ、うん。待って、すぐに行くから。そういえば、夢の中でうずきやランコ以外にも知った顔を見ていたような。